フラワー占いチャンネルです。今日は、お昼の情報番組で、バレンタイン企画でこの芸人のダーリンズの松本凛さんという方に、このユービームさんが2年ぐらいこのお二人がお付き合いされてて、で逆プロポーズをするという企画をやっててですね、この彼女が、彼に続婚で、付き合ってはいるんだけど、この人が釣れなくて、全くこう結婚の話を匂わせても何の反応もないから、で逆プロポーズするみたいな企画やってて、見事成功して、結婚することになったみたいなんですけども、そんなことやってて、お二人のことを占ってみました。で、ちなみにこの私この方は全く見たことも聞いたこともない方で、この人というのは何かで見たんですね。コンテストかなんかで、こうカツラをこうやって自在にこう遊ばせれるっていうね、そういう、芸風の、非常に明るいお二人ですけれども、ではまず見た目の相性診断からいきたいと思います。彼が、長方形のお顔で大きい目をしていて、で大作りのパーツをしています。もう目も大きい、鼻も大きい、口も大きいという。で彼女が逆三角形で細い目で小さい目ですね。それで子作りのお顔です。これ真逆のタイプですので、100点満点のお顔の相性になります。15年前からやってる見た目の相性の診断の中の顔の相性ですけれども、彼がこの E のタイプになります。相性がいいのは4番の女性になります。4番というとこういうお顔ですので、逆三角形でこういう彼女のお顔になります。そしてじゃあ空房に行きたいと思います。松本凛さんですけれども、この方カノと羊を日中に持つ乾空房の御年生まれですので、スター星になります。カリスマ性、大物、スーパースターの星です。そしてじゃあ彼女は日のエトラを日中に持つ辰年生まれですから、この彼女も乾空房のスター星になります。スター星同士ですので、引き付け合って相性が良くなります。で乾空房の人っていうのはこの辰巳空房と同じグループです。アーティスト、芸術家、大きな夢を追う規格外の宇宙人のような発想を持つグループになります。でちなみに面白いのがこの、ダーリンズの相方の方もですね、乾空房のスター星になりますので、この方っていうのは同じグループで、奥さんも相方も固めてるという、そういうことになります。そしてじゃあ乾空房の人の基本的な考え方、芸術夢グループの基本的な考え方ですけれども、好きなこと、目的、大きな夢のためなら現実生活、日常や仕事をおろそかにできる星ということです。で、乾空房の人の基本的な性格です。5歳児の星になります。親のコピー人間になりますので、親がいいといい人間になる、親が悪いと悪い人間になる。そして明るくてポジティブです。でド S でわがまま、5歳児ですので、そしてはっきりものを言います。5歳児ですので、そして自己中で、自分に甘くて他人に厳しい。そして5歳児ですから面食いで、自分がいいと思った人にはグイグイ行くタイプになります。そして自己評価が高くて、で、ちなみにです、視覚マニアの人結構多いです。乾空房のこの女性が資格をたくさん持ってるなんてウィキペディアに書いてありましたけれども、あとはヘアスタイルで遊ぶ人が非常に多いのが乾空房になります。この方もね、ヘアスタイルで遊んでますけれども、乾空房の特に男性の方に過去にですね、ドレッドヘアやったことある方、アフロやったことある、ロン毛やったことありますかって聞くと、ほぼほとんどの乾空房の人がやったことあるよっていう、皆さんも聞いていただくといいと思いますけれどもね。でこのお二人ですけども、何回も喧嘩してもまだ一緒にいるので相性が良いのではってこの男性が言ってました。そして今年4月頃プロポーズするつもりだったっていうことですから、まだこの彼があんまり売れてない状態なので、そういうまだまだっていう感じがあったんじゃないかなって。で余談ですけども、この彼は
雨に濡れても傘をささない人らしくてですね、あのイヌイク、私の周りでイヌイクーボーで雨に濡れても傘ささない人3人いますので、まあちょっとそういうのもあるのかななんていうふうに思っています。それでは四柱推命に行きたいと思います。この方陰陽の陰ばっかりです。男性は陽、女性は陰と言われてますので、まあ、女みたいな男ということです。まあちょっと一歩引くみたいな、そういう、まあ、気遣い の, あ, のある人。あとは、木火土金水五行は揃ってますので、好きな仕事について好きな女性を手に入れることが可能な人になります。そして無口というのは、住人は死と木欲と水になってますので、無口で木欲、つかみどころのないおじさん、おじさんキャラだってことですね。水ですので。そして、じゃあどういう人を奥さんにもらうのかっていうとですね、ここの官号がここにあって、正官になってますので、こちらですね。で、羊の柱ですから、この配偶者の柱がここ、地味な羊ですので地味な人。そして、まあ、無口な、ここ引っ張った先が死になってます。無口で、でこちらも水になってますので、ちょっとおばさんっぽい人かなって。で、変因がありますので変わった人で、でまあ性感が来てますので、礼儀正しくて、まあ、ちょっと清潔感のあるタイプになりますので、まあ、この女性の雰囲気もあるかなっていう感じです。そしてこの方の0歳から10歳まで の, 大運が、カノエの犬の介護が来ていて、合財の艦隊ですので、どういう人生かというと、派手に仲間、派手に仲間と目立つ人生を送るというのが、まあ、決定づけられているような流れになっています。そして現在の大運ですけれども、2018年から日の絵の馬の会合が来ていて、ただこの日の絵とカノトが看合して水の絵馬みたいになってます。合水して、そして、まあ、エロスが来て、性感というのは、まあ男性にとって結婚の時期、まあ、女性にとっても結婚の時期、いつ結婚してもおかしくない。で、ただここがですね、これがこの水の絵馬になると、この水の絵と火の戸が看合して、またおつ馬みたいな、そんなような感じにもなってしまうね。ここがおつ、そうすると偏在になって、木の絵馬ですね、木の絵馬になって、ここが木になりますので、そうすると偏在になって、またエロスになってっていうと、偏在在ですから、男性にとって結婚の時期だ。で、今年の年運が水のと運で、これこの運がですね、三合木局になります。夕羊ですね、夕羊になるとまた木局ですから、財になって、男性にとっては結婚の時期なので、この方午後で変わってるのがもう3種類もあるんですね。日の絵とカノとの看護と水の絵、これの水の絵と日の戸の看護と夕羊の三号と、なのでもう何が何だかわからないまま、あれをあれをという間に結婚に至ったというような、そういう運勢に今いるということです。そしてですね、じゃあこの女性の方をいきたいと思います。ユービームさんですけれども、この方もまたここで看護していて、でここで死亡があって、ここでまあ五も木ですね、ウが入れば三号三方号があって、そしてここで変わった、まあ、ややこしいんですけど、水の音とここの水の、ここが看護になると、また日の音と日になるってことは、どういうことかっていうとですね、非常に裏表があるということ、明るく見えても本人もそんなようなこと言ってましたけれども、すごく落ちるときはすごい落ちるんだなんて言って、で、まあ、天地特合的なラッキーさもあります。ここでここで合してここで合しますので、天地特合的、そして明るい日の絵の虎の調整ですから、明るくて、でどっしりしてるっていうのは、このカノトトリの会合と土の絵立つですからね、山と太陽とどっしりしてて、で強いっていうのはもう会合2つに日の絵虎ですから強いし、そしてふくよかっていうのは山が食事になってます。これ3つもありますので、非常にふくよかな雰囲気持ってます。そしてセクシーというのはネウマウドリの透過札が自身のところに1つだけありますので、セクシーな人ってことになります。でこの方も木火土金水、
5行一応揃ってますので、好きな仕事について好きな男性を手に入れることが可能な人になります。そしてじゃあこの人どういう人をご主人に選ぶのかっていうとですね、イケメンです。カノトが来てますので、あのカノトの宝石が看護に ありますので、イケメンで、この方にとってこの方はもう川崎麻世にしか見えないみたいなことをおっしゃってましたけども、イケメンだということですね。そしてこの引っ張った先が星座になってますので、真面目な男性。そしてここが無口な死になってますので、無口な男性。そしてカノトの人っていうと、この彼がカノトの人だし、あとこの日の絵とカノトがもう看護してますので、もうこれはなかなか離れられない相性ですね。で、あとはこの彼女の日の絵の虎とこの彼の自身のカノトの意が天地特合してますので、まあこれダブルでひっついちゃってますので、もうこれはもう離したくても離れられないような感じのあれですね。で、まあこの方の、0歳から10歳まではまたこの方も介護が来てます。カノエの猿の偏在の病ですから、まあお金をものすごく稼ぐのか、まああとおしゃべりですね、おしゃべりで病むほど の活躍を見せるっていう感じ、目立つ活躍をするってことです。そして今の大運が日の戸の美の豪財の権力、豪財っていうのは女性にとっては独立だったりとか環境が変わりますので結婚に至ったりします。そして年運が水のと宇の、まあ、エロスがまた増えて、性感ですからまた結婚ですね。そしてこの宇というのがこの三方五の木になりますので、木というのはこの方にとって陰樹ですので、陰樹というのは名誉です。で、名誉ですので、まあ、有名に、まあ、一躍有名になられたということで、で、じゃあお二人の総合運ですけれども、お顔の相性が丸です。そしてスペックの相性、お二人の、まあ、見た目のスペックですね、それも合ってます。どちらかが、まあ、ちょっとイケイケすぎるとか、どっちが劣ってるとか、そういうのもなくですね、まあ、同じようなレベルだってこと。そして空房の相性20丸です。スター星同士ですので20丸、そして看護してますので丸。そしてあと一つはですね、お母さんに似ているということです。男性にとっては、まあ、お母さん、特に、乾空母の人というのはお母さんをすごく、まあ、このいいお母さんだととっても大事にしますの でこのお母さんもテレビに出てましたけれども、非常に、まあ、雰囲気が似てる感じですね。このお母さん地味な感じで真面目そうでいい人そうな感じだったんですね。例えばこのお母さんっていう人がなんか洗練されたモデルのようなおしゃれさの人ってなるとなかなか難しかったりしますね、こういう感じ。あとはものすごい巨乳のお母さんだったりすると、すごい巨乳じゃないとダメだし、逆に、まあ、巨乳じゃないお母さんの場合はあんまり大きすぎるとすごくこううわって暑苦しいなって思うような感じになるので、まあ本当にこうこのお二人が似てましたので、そうすると総合的に見て100点の100点満点といってもいい相性のお二人でしたので、まあ、番組が盛り上がったんではないかなと思います、はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。フラワー占いチャンネルでした。